柳家さんの助の豆さんを鍛える場所ポッドキャスティングバー、皆さんこんにちは、柳家さんの助です。落語カフェの青木でございます。はい、久しぶりの収録ですね。そうですね、まあ、久しぶりの収録ってバラしていいのかどうかわかんないですけども。いや、いいんです、別に。そんなもうまとめ撮りですから、これは。この前は確かね、三之助くんの家の近くの、バイバイとか言わないようにね、こう収録中だからね、どうもですもいらないですよ、店員さんもね、ありがとうございました。ここは落語カフェです、はい。この前はね、村の時間でしたっけ。時間はただ斉藤清六会いいって言ってなんかそこで収録したんですが、今回は落語カフェ。なんか好評だったらしいよ、あの会は。意外と面白いって。僕本当大変だったんですけどね、ぐだぐだ喋る。三之助くんがぐだぐだにウイスキーの話してましたけども、ね、で、あのウイスキーマガジンっていうのを、こう言うとなんか僕が何か一つ、企画をみたいなことを言ってたみたいですけど全然覚えてなくてですね、やったらね、あのウイスキーマガジン、ウイスキーマガジンって言われるんで、何なのこの人たちは、かわいそうじゃん、それ。もう頭おかしいんじゃないかと思ってたら、なんかそういうことだったらしいですね。で、僕はあの今日聞きましたから、無責任やね無責任、ね、まあいいや、まあ、どうせ無責任な放送ですから。はい、はい、現在は、4月の火曜、最後の火曜会が終わった日ですよ。今日は、三之助さんと、長太さんがいるので、長太さん残ってもらってます。はい、本邸長太さんです。ゲスト長太さん。こんにちは。ありがとうございます。あの、いつものように、いつものように、なんで俺の時拍手ないのに、長太です。あの、いつものようにあの歌謡界で、まあ、常連様がなんか残ってぐだぐだと飲んでおりますので、それの脇でやっております、はい。で、5月ですね、これは更新がね、毎週月曜日なんで5月4日ですかね、5日は、ね、お休みです。お休みです、はい。間違って来ないように。明日は来ないでください。ものすごい寂しくなっちゃうよね、ここってさ、誰もいないとこんな寂しいとこないからね。そうですよ、だから寂しいですから、まあ、間違って来ちゃった場合8階が楽しいお店がありますんで、はい、2階のボンディで飯食って2階のボンディで飯食って。休むんじゃないの。いや、浜書店休みませんよ、ね、あの浜野政子満札なんだっけ、浜駒、浜の政子が月ぬとも、月ぬとも世にエロ本の我抜き濡れてカニとタラムレ、まあ、エロ本の種は月まじということで、まあね、博士で元気です、はい。皆さん、でも来ないより、本当に来ないようにね。そうですね、明日5日はお休みですよ、はい。で、今日はね、長太さんがせっかくいるんで、ちょっとね、あの話を聞いて いきたいなと。そうだね、長太さんをまあ、フューチャーして解剖すると、脱がすと、はいはい。長太さん、まず本名から、本名、本名は笛栗不二雄と申します。ほら今なんか噛んじゃって笛栗になってましたよ。いや、笛栗だ。笛栗なの。笛栗です。え、俺笛栗じゃないの。笛栗不二雄くんですよ。ごめんなさい、僕なんかもう酔っ払っちゃってて滑舌がおかしいのかと思って。笛栗家っていうのはあれで、由緒あるでしょ。あー、それ言っちゃいますか、うん。でもこれあんまり言うと、結構危ないんですよ、私。なんで、なんで命が刺される、刺されたりなんかするかもしれない。ちょっとじゃあ軽く触りだけやります。じゃあ触る。あの、もともと皇族の、でございます。ほら、本当だ。ちょっと待ってくださいよ。これだから、あんまり、これ公家なん、公家じゃないですよね。いや、1000人ぐらいしか聞いてないから大丈夫です。1000人ならまあ、大丈夫ですかね。だからあんまりなんか、お前、嘘つきやろうかなんか言われたら困るんですけど、あの、聖徳太子の絵がありますよね。はい。で、子供が2人横に並んでる絵があるんですけれども、ある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 。教科書に載ってるやつ。教科書よく載ってる。そう。あの、片っぽが聖徳太子の、まあ、息子さんですね。せがれ。せがれ。もう片っぽが。で、もう片っぽが、えぐり王子という名前で、聖徳太子の弟らしいんですけれども、このえぐりを、その字を取って、笛栗っていう名前なんですよ。そこはルーツなの、じゃあ。いいこと言いました。だから聖徳太子とは血がつながってないんですけども、弟と血がつながる、だからまあ皇族は親戚みたいなもんだな。すごいな。そうです。だから聖徳太子 の弟子というか、あの一族はみんな殺されちゃったんですけど、あの、そうか、血がつながってないだけに残ったら、まあ追われたんですけども生き残った、命は。あ、そうか、そうか。三重でいたみたいで、その末裔なんだです。はい。あ、す
ごい、なるほど、ね、もうそれだけで今日はもう終わってもいいぐらい、そう、いや終わっちゃいけないんだよ、でもね結構ねそういうことが僕もねあれなんですよ、田舎に帰ったらあの巻物があったって、うん、青木家っていうの、うん、東北でで見てみたら一番最後書いてあったのが桓武天皇って書いてあったんですよ、だから桓武天皇って非常に側室が多かったみたいで、うん、何万人もいるみたいなんですね、あだから意外とね分かってる人っていうのは高貴なパターンが多い、あ散らかしちゃったんだじゃん、そうだったらね笛くりっていうのはちょっと本物っぽいですよね、うん、だってもう、ね、字もすごい字だよ ね、 なんていう字あれよくわかんない、指示説明できないね、口じゃね、だから言うときは、うん、食産の食とか、宅食の食ですね、昔、うん、お米を増やせよの、そうです、うん、食産工業ね、増える、うん、ガシン翔太ね、増殖の食ですね、うんうん、増殖の食、まあ、西に行きの栗です、ね、でも、でも、うん、だそれは笛栗って読むんですけど、うん、犬のふぐりと同じ字なんですよね、ふぐり、だから金玉、ね、うん、金玉、うん、だから金玉王子みたいな、金玉王子、ね、軽い感じで、軽い、ね、その方が親しみやすいね、そうです、笛栗、私藤郎って名前なんですけど、だから金玉藤郎みたいな、うん、あ、いいね、あと藤郎っていうのは赤塚藤郎さんと同じ字ですかね、あ、惜しいんです、あの、ね、藤子藤郎先生と、藤子藤郎先生と一緒、そう、惜しくねえじゃねえか、全然、なるほど、尾が、尾が、あ、尾だけか、優秀、雄大の絵さんで、雄巻の雄ですね、雄巻の雄じゃないですか、雄、ね、って字ですね、そう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 、あ、なるほど、ね、ほら本名だけでこんなに時間持っちゃうんだよ、この男は、ね、そうそうそう、いや、誰も信じてくれないんですけどね、うん、いや、でもなんかほら顔がちょっと高貴なところもある、言われてみればですよね、そうそうそう、あのね、ちょっとやっぱり言わなきゃ誰も分かんない、なんかせかせかしてないとかあります、あ、うん、そうそうそう、うん、そのね、そう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 、なんか嫌ごとない感じするんですよ、そう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 、三之助さんもどっちかというとせかせかしてない感じするけどね、うん、だまあ、うん、俺はぼーっとしてるだけだ、本名なんだろう、俺は溝口っていう、あ、え、溝口、溝口博之、あ、出ました、ひろゆき、あ、そうなんですか、そうそうそう、溝口も珍しいんじゃないですか、でも笛くりほどじゃねえだろう、まあ、笛くりに勝とうと思っちゃう、いや、勝とうとは思ってねえよ、もう一人にしても珍しい、あ、もう一人、今日ゲストで、あの、M 新聞のゆいさんでございます、ゆいさん、ゆいさんなんかあれですか、優勝あるんですか、ゆいさん、お、ゆいさんだけに優勝ある、いただきましょう、うん、うちも幹部店なんですよ、ほら、じゃあ元は同じだよ、なんか急にね、兄弟で急にがっかりして、今冠率 50% になっちゃう、そう、今日は冠天皇率の 50%、 で大体ね、冠武平氏とか清和源氏とかそんな分かってんのはそういう人ばっかりなんですよ、うん、ね、で好きもんのね、大概途中で変な血が入ってるんですよ、どうせね、なんか犬とか入ってるんですよ、どうせ犬とか猫とか入ってるんですよ、いや、でも桓武天皇つながり、循環なんて変なこと言わないでくださいよね、これ大丈夫です、どうしても循環の話した人は8階の芳賀書店をお願いします、あるかどうか、この間モンディを押してたと思ったら、ね、今日はもう芳賀書店、エッチのマークの芳賀書店、はい、ね、今日はだから、まあ、あれもう告知はしなくていいんだから、ないです、もうじゃあもう笛くり一色でいいですかね、そうそう、でね、ちょっとここにせっかくね、あの、うん、M 新聞のゆいさんがいますんで、うん、ちょっと長田さんに質問かなんかありましたら、うん、質問得意だからね、質問得意です、うん、もう記者だから常に聞いてますからね、うん、聞いて、あんまり書かない、うん、ね、酒飲んでる、うん、そういうパターンがね、うん、あのこれからここで応じていきますから、はい、うん、でゆいさんちょっとなんかですっかりもうねダメな余韻になってます、いつもそうじゃん、皆様に言っときます、もうねずウイスキーも飲んだし青森も飲んだし、うん、もうダンシュン師匠にぶっ飛ばされるほど飲んでます、うん、はい、ダメじゃないゆいさんってのは見たことないよ、俺見たことないですよ、ね、ここではね、うん、昼間は意外とね、あのあれなんですよ、落語カフェで取材したりなんかして、うん、働いてる場面も見てます、ああそうですか、うん、ただね、夜はもうグズグズですけど、うん、なんか質問ありますか、ご結婚されてるんですね、はい、そうです、ご結婚されてます、そうなんです、去年だっけ結婚したの、去年の、うん、6月入籍、7月同居、11月式ですね、おお、割とスピードな、そうなんですよね、トン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 と、もうお付き合いして一月でしたね、1月、こういうことじゃなくて1月って言ってなんか仕方話やめなさい、ワンストロークとかじゃないんだラジオなんだから、ね、仕方話は分かる、1ヶ月でぐらいでもう一月って言いながらその仕草はないわ、そうですけど、うん、なんかね、新橋で酔っ払いが飲んでるみたいですけど、慣れ初めは何なの、慣れ初めですか、やっぱり、まあ、落語界に見てきた、そのお客さん、はい、まあ、お客さんって言っちゃあれですけど、まあ、
その主催者側の知り合いってんで、うんうん、お客さんっていうとなんかお客さんをなんかしちゃったってなんか嫌な感じなんです。そう、あのね、これ皆さんね、うん、あの誤解がないように言っときますけれども、業界の人でございます。あ、そう、業界、芸能人の、うん、まあ一度ねこの、ラジオでもご紹介はしてますから、ね、はいはいはい、タバちゃん、タバちゃんとそれいけ、タバちゃんと、はい、打ってください、うん、これヤホーでも、はい、ヤホーでもゴーグルでも、ゴーゴロでも、ゴーゴロでも何でも何でもいいです、それいけタバちゃんって打てば神さんの顔出てくる、出てきますよ。これそんな神さんいないよ、美人あんまり日本で、それいけタバちゃんって入れると神さんの顔が出てくる人っていうのは日本に一人だけですから。三之助さんのお母さんなんか出てきませんよ、出てきませんよ、タバちゃんって入れたってタバちゃんじゃ。そうですよ、三之助って打っても、もう豆腐屋に負けてるんですから。そうだよ、あれ三之助だから、あ、三之助だから、そうだ、翔太さん、5月は出ないんですか、こちら。翔太さんね、翔太さん、5月ね、あ、なんか美味しい仕事が多いんで食っちゃってね。そうなん、いや、何を言ってんの。いや、5月、だってこれ4回しかない、まあ、少ないから、ね、2人、2人出らんない、3回しかないんですよ、うん、5月、翔太さん見たい方はどこ行けばいい。5月翔太さん見たい方、何してるんですか。いや、まあ、あの、いろいろ落語会なり何なりやってますけれども、落語会しかないだろ、何なり、まあまあまあ、そうですね、やってんじゃないですか、結構、あの、いろいろや活動してます。地下活動もね、やってますよ。地下じゃない、表だって、表だって、ね、ここのね、あの落語会で僕はほら第1回の歌謡会って翔太さんと僕だったじゃないですか、うん、そこで言ったんですけど、うん、翔太さんがこのね、芸人になる、こう、なんていうか、慣れ初めじゃないや、慣れ初め、神さんか、まあ、きっかけです、ね、きっかけっていうのはね、なかなか面白いんだよね。面白いっていうか、僕が関わってるんですよね。もう聞いてみたいですね。兄さんにはもう本当にお世話になってまして。え、あ、そうですか、うん、何ですか、そうですか。いや、ちょっと言ってよ。ちょっと待って、ちょっと待って、最初に、うん、どんぐらい、尺はどんぐらいあるんですか。いや、いくらでもある。最初にまず、翔太さんは、もう皆さん誤解なきように言っときますが、新潮師匠の最後のお弟子さんですよ。そうそうそう。だこれは新潮師匠の最後のお弟子さんと小三治師匠の最後のお弟子さんが、まあ、最後かどうか分かりませんが、今のところ最後のお弟子さんが喋ってるわけです、うんうんうん、で新潮師匠のところに行こうと思って行ったわけですね、要請に。あ、そこから行きますか。はいはいはい。まあでもね、この続きは来週だね。あ、さす商売上手、うん、さすが身の瀬。いい時間だもん、もうほらもう12分喋ってるないっすよね。ここから始まったらさ、もう長くなっちゃうから。だからそのね、結構、まあ、パッポンってポンポンって話せばそうですけど、ね、うん、いや、ポンポンって話さない方がいい。ディテール、ディテール、ディテール。本当にさっきの結衣さんが酒臭いです。青森臭くてさ、だから今週はこれでね、一遍締めて来週に希望をつなぎつつ、なるほど、翔太さんの、はい、まあ、なぜどういう形で芸人になったのかっていう話をね。そうですよ、来週も来なきゃいけない。そうですよ、来週も来てくれるかな。いいと思う。いやいいと思うですよね。そうですね、はい、まあ、そんなことで、はい、今日はこれでお別れでございます。じゃあ、落語カフェは、明日お休み、はい、ね、明日というかですね、この、放送がある日も休んでますからね。え、じゃあ5月の5月はいわゆる昼3日から10日まで休みです。あ、昼間も、はい、全部休んでます、ね、じゃあそれはちょっと気をつけてくださいね。はい、結衣さん、落語カフェ、5月休みはいつからいつまでですか。10日まで。いつからですか。ダメだもん。ダメだ、これ、3日から5日、3日から10日までですよ。3日から10日まで。はい、はいはい、だからまあ大体休んでると、はい、ということですね。ゴールデンウィークはもうがっつり休みます。はい、はい、皆さんも一緒にね、はい、ゆっくり休んでくださいということで、はい、今週の放送はこれでお別れでございます、はい、それではまた。佐藤助でございました。青木でございました。翔太でございました。ワイです。ワイです。今更隠したってダメだよ、ね。